フォトキナ会場の一角にですね、震災の写真を展示しているコーナーがあります。日本写真家協会というですね、カメラマンの団体が、集めてですね、開催されているもので、日本国内でもすでにですね、東京と仙台で行われた写真をですね、持ち込んで、世界の方々に見ていただこうということになっています。で、詳しいお話をですね、日本写真家協会の菅さんにお伺いしたいと思います。菅さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今回フォトキュナで、写真展が行われるということは、ほとんど世界の方が、見ていただきたいというのが、大きな目的なんですが、昨日あたりずいぶんいろんな質問がありまして、やはりこう胸が痛んで見てられないと言いながら、だけどやっぱりそこに希望が見えるということを言っていただいたのは、すごくよく見ていただいているなというのが僕の感想ですね。この並んでいる写真たくさんあるんですけれども、これ全て JPS の会員ってわけじゃないですよね。これ、ほぼ、これ73名が、参画してるんですけど、その中の60名ほどが JPS の会員 で、 あとはアマチュア、それから全く写真の関係ない方がたまたま撮られたというようなものもございます、ね。なんか先生も被災地を訪れたと今お伺いしたんですけども、昨年の5月に、石巻に行きまして、カメラ持ってったんだけど、もう呆然としてこうシャッター押せなかったんですね。でその時に自分一人がこれどうしようもないなと、だったら被災地に住む、被災者である写真を志している方に写真を集めようということからスタートして、それから写真家協会の会員に声をかけて、で収集していったわけです。この写真ね、この後またドイツ国内何か所か回るって今伺ったんですけれども、もうなんか現状ちょっと日本では大きい形では 見にくいということを伺って、この形はもうドイツだけなんですが、今4か所からオファーが来てまして、決まってるのが1か所、それでスタートします。日本のですね、おそらくきっとこの、動画をですね、ご覧いただいて、とても興味湧いてですね、どうしても写真が見たいという方がいらっしゃると思うんですけども、そういう方はどうすればよろしいですか。実は我々写真集を作っておりまして、こういう生きるという写真集が、Amazon とかで、簡単に手に入ります。でこれはやっぱり生涯残していく記録集としてはとてもいい本になっていると思います。じゃあそういう形で僕たちは目にすることができるということですね。もちろん、もちろん。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。